All doctors are book smart, but they don't cut us open with books. Our lives literally lie in their hands. So Kurashiki Central Hospital changed the rules and set new challenges for young surgeons. Kurashiki 中央病院では今年度から実技試験を導入することにいたしました。ユニークな病院だとは聞いてたんですけど、何が起こるんだろうと思って、最初のミッションはこれです。こういうテストだと思ってなかったんですけど、やばいって思いました。卓上のライトをつけてください。始めてください。鶴は折っていけばいくほどに難しくなってきてしまって、思ったより髪が厚くてなかなか折れなくて、これじゃ一点にもならないなと思って。5分前です。終了1分前です。5、4、3、2、1、手を止めてください。次の課題はこれです。始めてください。作戦を立てて早くつけられるように、手にアロンアルファがたくさんついてしまってべちゃべちゃになってしまって、一進一退がずっと続いていました。先にケースに入れて真ん中刺してから足つけた方が楽だったかなって後から思いました。3、2、1、手を止めてください。次のミッションはこちらです。始めてください。メスとピンセットになるとこういう風に難しいんだなっていうのも感じました。ノリが難しかったです。終了1分前です。10秒前です。5、4、3、2、1、手を止めてください。一見すると医療とは全然関係なさそうな試験だったんですけれども、忍耐強さっていうものがやっぱ試されてるのかなというふうには感じましたね。小児系の仕事に就くのが夢だったので、子どもたちを助けられるお医者さんになりたいと思います。